小城市情報発信番組小城ブラ。この番組は京都府出身の私、ブンブンテレビの湯沢が小城市のことは何でも知っている襟口小城市長に、九州の小京都と言われる小城市の魅力を教えてもらおうと、毎回いろんなところに連れて行ってもらっています。今回はどんな発見があるかな。それでは行ってみましょう。皆さんこんにちは。今回も襟口小城市長に小城の魅力を教えてもらいたいと思います。今回も前回に引き続き小城町の清水にやってきました。襟口市長こんにちは。はい、こんにちは。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。どうも。前回に引き続きですね、また清水にやってきたんですが、はい、清水にはまだまだ魅力があるということですね。そうですね。前回はね、はい、清水の滝、ね、それからあの清水観音さん、はい、そういったどっちかというと自然豊かなところの清水をね、紹介しましたけども、はい、今日は清水パート2。パート2、第2弾。来い。来い。来い。魚の来いですね。何の来い？魚の来い。あ、そうそうそう。そうですよね。こっちの来いと思った。こっちの来いもドキドキ。もう食べられるのよ。本当にドキドキしてます。ものすごい好きなんですよ。あ、そうだよ。大好きです。はいはい。で、今日はね、そういった意味でもこの清水の本当にあの素晴らしい鯉料理をね、はい、あのぜひ皆さん方に紹介をしたいと思います。おひぶら。実はこういう風にしてですね、はい、清水の滝観光案内の中に鯉料理が皆さんこれだけあるんですよね。わ、すごい。一箇所に結構ギュッと詰まってますね。詰まってます。だから一つの集落にこれだけの鯉料理店があるというのは多分全国でも珍しいと思う。だから私はこれは鯉料理の日本一だというふうに言ってますけれども。じゃあ今日はその日本一の鯉料理がいただけるんですね。はい、この坂にずっと鯉料理屋さんがね、上までずっと続いて、はあ、はい、見えてきました。見ましょうか。今回がお世話になるのが、うん、滝本さんですね。滝本さんですね、はいはい、老舗のお店ですから楽しみでね。いや、今日は嬉しいな、はい、早速行きましょうか。行こう。おきむら。それではね、はい、滝本さんのところにお邪魔したいと思いますので、はい、行きましょうか、はいはい、お邪魔します、はい、こんにちは。こんにちは。いらっしゃいませ。今日ね、はい、説明をねしていただく滝本のね、深川社長さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。湯沢です。お世話になります。じゃあお邪魔します。どうぞ。お邪魔します。お邪魔しております。早速お席の方にご案内いただきましたが、はい、うん、この滝本さんというのは創業何年になられるんですか？創業はですね、ずっと調べましたら大正3年です。大正3年、100年もう有利過ぎてる、はい、すごいです ね、はい、お店ごとにちょっと料理だって味が違うというふうに伺ったんですけれど、うん、はい、この滝本さんのこの特徴、うん、料理の特徴ってどういったところにあるんですか？やはり代々受け継がれている秘伝のタレで、魚はある程度一緒のものですけど、はい、その人のその店によって秘伝のタレでがあります。秘伝のタレというのは酢味噌ということですね。ここら辺は酢味噌で食べます。各店で仕入れた鯉はですね、はい、清水の名水をパイプで引っ張ってきて自分の生けすに生かします、はい、まあ、そしたら餌を与えないんですよ。約3週間ほど餌を与えないで泳がせます。そのことでですね、はい、身が引き締まり臭みがなくなって、ちょっとお腹の中も空になります。あ、綺麗になるんですね。はいはい、あれ、湯沢さんはあれ、はい、鯉料理っていうのは清水の鯉料理っていうのは初めて？は今回で2回目なんです。2回目。去年の看護祭の時に2月にですね、いただいたことがあるんですけれど、初めてだったらね、初恋の味やったけどね。はい。ね、今日は2回目の2回目、はい、セカンドラブか。はい。もうすっごく楽しみでですね、1ヶ月間絶食してきました。した、はい。もう恋と同じように。あ、ごめん。はい。おきむら。小城清水の恋恋しちゃった。
鯉料理をご用意いただきましたが、いろいろお料理揃ってますね、はい、ご説明いただいてもいいでしょうか。はい、これがうちの料理です。はい、まずはメインの鯉の洗いですね。はい、それとこちらが当店の自慢の鯉のユッケです。鯉のユッケ、ちょうどお腹の部分です、はい、を細切りにしました。これだけでですね、5、6匹分なんです。これだけで、はい、5、6匹ですか。はい、塩部位です。取れんってことだよね。最高やん、今日は。最高だ。早速ですね、お料理いただいていきたいなと思うんですが、はい、食べ方改めてご説明いただいてもよろしいですか。はい、鯉料理はですね、主な料理は洗いと鯉こくがあります。鯉の身にはですね、背中側に Y の字の小さな小骨がずっと入ってるんですよ。それを職人の包丁で骨切り、口に当たらないように骨切りしてます。一枚一枚丁寧に切ってます。清水ではですね、名前の通り清らかな水でさらしてます、うん、洗い流してる、余分な油分を洗い流しております。やはり締まってるということですね。締まってるし、もう本当にね、コリコリしてたね、めちゃめちゃ美味しいですよね。そう、秘伝のタレをつけて食べてください。はい、ありがとうございます。どうぞ。いただきましょうか。ありがとうございます。おきむら、はい、では早速いただきます。いただきます。いただきます。湯沢さんね、はい、自分たちが鯉料理をこう食べにお客さん連れて行くときに、はい、よく言うのはですね、うん、まずこの辺、これを一口ぐらい食べてみて、もう本当にね、はい、コリコリしてるんですよ。それで一つだけね、はい、ここに黒いというのがね、うんうん、あるでしょ。これこう尾びれを動かすためのここだから、うんうん、ものすごくね、筋肉があると思う。この赤みがちょっと濃い部分ですね、うん、使ってる筋肉の部位が違うから、はい、食べるところで食感が楽しめるんですね。だから私はこれ鯉トロって言ってる。鯉トロ、鯉トロ、鯉トロ、鯉トロいただきたいですね、うん、だからまずこっちの技を、ね、食べてみて、それでこれ食べ比べてみます。わかりました。いただきます。いただきます。いただきます。どうぞ。いただきます。秘伝の酢味噌もね、しっかり、ね、美味しいし、ね、あっさりしてて、うん、本当に美味しいです ね。食感がちょっとコリコリ残ってて美味しいですし、うん、秘伝のタレ美味しすぎますね。なんか初恋の味だとおっしゃったんですが、この甘酸っぱさが初恋の味です ね。そうそう、うん、美味しい。いかがですか。いつも食べてるけど、やっぱり食べたら美味しい、うん、すごいいい笑顔がこぼれてます。ね、いやいや食べ比べてみてもいいですか。鯉トロをいただきます。はい、色が全然違いますね。うん、食感全然違う。クリックリする。こういったら、歯ごたえありますね。うん、秋元さんオリジナルの鯉料理、鯉のユッケいただきます。なかなかね、部位的に取れないというから、希少部位ですよ。いただきます。コリンコリン、コリンコリン、またちょっと違う食感なんですね、うんうん、美味しい。色がすごい、ちょっとサシが入ってるのが分かりますね、うん、いただきます。これオリーブオイルかなんか違う、うん、ごま油、うん、ごま油でね、うんうん、食感本当にコリンコリンです ね、うん、油がちょっとこっちの洗いとはまた違って、うん、油の旨味も感じますし、食感がまた美味しいですね。お酒に合うことですね。ね、飲めないのがね。いや、一緒に飲んで、ね、食べたらすごい進んじゃいそうですね。おきむら、鯉のお味噌汁、鯉こくご用意いただきました。はい、オープン、はい、よいしょ。あ、すごいお味噌のいい香りしますね。鯉こくはもう普通のお味噌汁とどう違うんですか。鯉こくは鯉こく醤と正式名は言います。こく醤っていうのは味噌汁を煮詰めたものをことを言います。そこを略して鯉こくって言ってます。鯉がいくつかたっぷり入ってます。はい、もう身が、ね、上からすごいゴロゴロって入ってるのが分かるんですよね。ではいただいてもよろしいですか、はい、ありがとうございます。うん、わあ、美味しい。お
味とやっぱりこの鯉の出汁が出てるんですかね、はい、すごい深い味がしますよ。ご飯に合いそうね。合いますね。白ご飯食べたくなりますね。鯉、うん、国も各店があの代々受け継がれた方法で炊いておりますので、各店で違います。鯉国もお店によって味があるんですね、はい、うまかね。なんかほっとしますね。焼かれる、うん、うん、入口市長、鯉料理大満喫しましたね。美味しかったです。完食や、完食。そして深川さんが何やら美味しい看板をお持ちになってらっしゃいます、うん、ね、うん、清水寒鯉祭りといいまして、はい、水の冷たい時の鯉はですね、はい、一番美味しいんですよ。一年中美味しいですけど、より美味しいんですよ、はい、2月いっぱいに清水の7軒でイベントを行いますので、うん、よろしかったら皆さんお越しください。12月からあの鯉に脂が乗って美味しくなっていく時期だと伺ってたんですけれど、特にこの2月がより美味しくいただける時期でもあるんですよね。はい、水が一番冷たい時の鯉が一番美味しいです。一年中美味しいんですけど、2月が特に美味しいと感じます。オギブラ与沢さん、はい、今日はどうやったね。最高に美味しかったです。分かったね、はい、前回に続いて、うん、あの清水の魅力を教えて、本当に清水に恋をしました、うん、美味しかったです。本当にありがとうございます。また荻の魅力を一つ知れました、はい、ありがとうございます。いえいえ、また次回も荻の魅力を教えていただけますでしょうか、うん、はい、しよろしくお願いします。清水の鯉料理です。オギブラ。